はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。それじゃあみんなでバトルやっていきましょう。前回のミンバトはめっちゃ勝率良かったよね。結構勝ってたもんね。100ぐらいレート的に増えたんじゃないかな。 S プラスなんかやばくね、6000とか書いてんだけど。しかも文字赤かったよ、あのルイージ。トートリアルリンク、リンクになるステージかこれ。いやそんなことより、あのルイージだ、あのルイージには絶対負けないようにしたいな。むしろ勝ちたい。もう待って、俺こういうの苦手なんだよ。俺こういうね、一番最初に取るステージ、アイテムをね取るステージ苦手なんだよ。待って、ルイージ行くのか。そしてラグいなこれ。俺じゃないぞみんな、俺じゃない。うお待って、やっぱルイージ行った。うそーん。いやついていこう、俺はルイージについていこう。よし、別にリンクにならないとゴールできないとかそういうのはないかもしれないから。そしてこのままジャンプ、オッケー。待って、死なない、大丈夫、オッケー。よし、この爆弾は俺が当たっても別にいいんでしょう。あ、ここでもリンクなれんだ、オッケーオッケーオッケー。よし、俺も手伝うぜ。確か爆弾どうだったっけ、待って、爆弾どうだったっけ。あ待って、ついちゃダメ。あ、爆弾の出し方がわかんねえ。あ待って、爆弾前教えてもらったんだけどな。まあいいや、まあいい、行こう行こう、もうみんなリンクだけど行こう。オッケーオッケー、下と、うわ危ねえ。よしで、このまま走っていこう。待って、可愛くねこれ、みんな。オッケー、早く。嘘、待って、そういうことする、そういうことする。待ってやめて、待ってやめて、ルイージお前だけはダメだ、お前だけはダメだ、ルイージおりゃ。よし、俺はルイージを絶対攻撃してやるぜ。よし、オッケー、早く早く早く、やってくれ早く。うおあー、ルイージ待ってくれ。これでゴールはないよな。よし、オッケーオッケーオッケー、いいねいいねいいね、リンクいっぱいいるぞ、リンク。オッケー、そしてボスっぽいよね、多分ボスが現れると思うんだよね。いいね、このまんま右行って、頼む、斧だけはやめてくれ。よし、オッケー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 、あ待って、よし、ここいいとこだぞ、俺結構いいとこだぞ。よし、早く早く、あー待って、俺はこれ死ぬ死ぬ死ぬ、これまずい。これはね、クッパを倒したやつの勝ちだきっと。リンク、リンク、あリンクじゃねえや、ルイージ、リンクいすぎてです。早く早く、みんなルイージは、ルイージには勝たせるな。よし、これ一番右行っときたいな。あ、え嘘、俺爆弾でやられんの。待って、これ中間ポイントなかったよね、これ俺まずくない。待って、俺だけこれちょっとまずいんだけど、まずいしラグいんだけど、超ラグいんだけどこれ。え、なんなのこのラグさ。あーちょっと待って、これほんとラグ、やりにく。ありがとう。え嘘、みんなゴールすんの。待って、ラグ、これほんとラグ、やめてマジでこういうの。もうね、こんなラグかったら視聴者の皆さんも見てくれなくなるから、こんなラグかったら。俺じゃないぞ、じゃないからね、絶対俺じゃないことはわかる。まだね、鍵の音みたいなのは聞こえてない。お、ゴール条件達成してる、キノピコが。あー、ルイージか、マジかよ。やるなやっぱ S プラス。前も言ったけど負けてもいいんだけど、ラグいのは勘弁してほしいな。これもね、前言ったかもしれないけど、リクエストをいただいたゲームっていうのはなるべくねやるようにしてるんですよね。で、意外と第五人格って左やば、あれなん、あれ人じゃないもん、もう。で、第五人格ってね、言うのをやってくださいっていう方がいるんですけど、もうちょっと待ってて、もうちょっと待って、ちょっと待って、俺、それより、それよりマリオ、お前が待って。よし、あ、待って、これ危ねえな。このまま右に行くか。おお、危ない、危ない。これはアイテム取っていった方が良さそうだ、これ。よし、待って待って、俺にアイテムを、俺にアイテムをくれ。嘘、うわマジか。俺じゃあ上から行こう。まあいい、俺もう下から行くわ。あ待って、危ねえ。よし、下から、下からゆっくり行こう、下からゆっくり行こう。待って待って、なんでなんで来るの。あえ、なんでなんで、あれ、そっか、フラワーのままゴールしなきゃいけないのか。俺 3D のゲームって結構苦手なんだよな。例えばフォートナイトとか、
まあ、マイクラも一応 3D 感出るのかな、スプラトゥーンとかね、なんか画面がぐるぐるなる系のゲームあんまりしてないと思うんだよね。なんでかって言ったら、あの画面酔いっていうのかな、結構するんだよね画面酔いを。よし、このままいくか。よし、あ、そっか、これニューマリのスキンだと思ってた俺。よし、でジャンプで、このまま落ち着いていったら勝てるかもしれない。あっはっは、嘘、よし落ちた落ちた、ルイージが行ったな。よし、このまんま行こう。嘘、これもういけんくない？ちょっと待って、これもういけんくない？どうしよう、これみんなでやり直しするか。じゃあこれね、でもね、みんなでやり直しするとかの前にこれ行ったもん勝ちだなこれ。オッケー来た、よしよし、これ俺の一人勝ちっぽくない？このまんまゆっくり行こうではないか、キノピコ。俺とゆっくり、うお、ちょっと待って、ここで、いや、ここでやれるわけにはいかない、ここで。よし、おし、オッケー。そして、あ、そういうことね、なるほど。ちょっと待って、あー、ちょっと待って、あ、待って、そういうことか、こいつを踏んでゴールしなきゃいけないのか、それは難しいぞ。ここさえ行ければあとはもうゴール条件分かってんだ俺は。やったね、よし、狙ったぞ俺は、ちゃんとみんな見た今の俺ジャンプして今狙ったから。そしてあのブンブンをねしっかりね踏んでいこうか。よし、このブンブンをね踏んでいくんだきっと、こんな感じか。よし、あー届かねえ。あ、え、向こうにあんだゴール、やっぱりもうちょっとなんだマジで。誰か俺を行かせてくれ。よし、オッケー、あと1回、あと1回しかチャンスないと思う多分。てか俺結構行ってね、みんな踏んづけて。オッケー、これね、これ難しいんだよな、どうしようこれ。これ腕長いんだよな、こいつ腕長いし行けないんだよな、そこ行ったら。残り50秒ぐらいになったらみんなでやり直ししよう。よし、あー惜しい、くっそー、俺マリオ踏んづけていけると思ったんだけど無理だったわ。一回みんなでやり直ししませんか、送るか。待って、俺以外みんな言ってんだけど、ちょ待って、俺以外みんな言ってんだけど、え、待って、誰か、俺このままだったらいけないんだけど。キノピコ来た、キノピオ来た、よし今度は俺を生かしてくれ。よし、オッケー、でこのまま俺も残り35秒か、どうしようどうしよう、多分ね、ブンブン殺しちゃってるもんね。マリオ、俺を、マリオ、俺を行かせてくれ。よし、やった、マリオありがとう、マリオ絶対ありがとう、これありがとうでしょう、絶対行かせてくれたよね今のマリオ、優しすぎでしょあのマリオ。明らかにね、なんか俺をねサポートしてくれた感じがすんだよね今のマリオ、すっげえ優しい。こんな優しい人いるんだね、俺も見習おう。4400台来ました、あんなに4200台を超えることができなかったんだけど、まあ、この4400台に乗れたのはねマリオのおかげかなって思います。どんどん S プラスを目指して頑張っていきましょう。まあ、またまたね話変わるけど、第五人格っていうのは俺もめっちゃ気になってたんだよね前から。どんなゲームなのかな、4人 VS1 みたいな感じなのは見たんだけど、それでもねどういうゲームかがまだちょっとよく分かってないんだよね。でも絶対すると思うからもうちょっとだけ待っててください。それじゃあマリオよ、タイマンと行きますか。まずね、あいつはキノコを取ったけど俺は取らないで行くぞ。ここはキノコいらなそうだ。オッケー、待って待って、鍵がいるってことね、こいつが鍵持ってんのか。オッケー、待って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 、マリオマリオちょっと待って、激しいからマリオ。オッケー、よし、ここでマリオ俺は踏もうと思ったけどダメか。でここも多分よし、鈴がいるな、鈴が出たぞ、なんかアイテムが必要だと思ったんだけど。オッケー来た、ここの土管怪しくねえ、なんか意味なさそう。待って、俺はすごく時間のロスをした、俺は今ねすごく時間のロスをしたぞ。よし、オッケー、そしてこれ右だなこれ、よしで上に行く、待って上に行けないんだけど、よしオッケー、そして右、
ランク A にはね負けるわけにはいかない。一応俺ランク S だから。なんかボスが現れるっぽいな。やっぱそうか。よし、 OK。 え、嘘、そういう、あ、嘘マジかよ。俺羽の生えた名前なんていうの、あいつ倒したことなかったから。絶対ゴールするなこれ。マリオ、あの鍵取ればいいだけじゃん。もうでもね、まだゴールしないってことはまだ先になんかあんのか。ちょっと待ってくれマリオ。マリオまだいるな。鍵は、あ、行ってる行ってる、やばい。待ってくれてる、待ってくれてないくっそ、俺の倒した、俺の倒した、なんて言うんだこれ、わからん、あの黒いの俺が倒したのに。まあこれがバトルだよね。なんだか今日集まりが悪いんだよな。見て、今も2人でしょ。なんか今日4人集まんないな。さっきまでね、すぐ集まってたんだけど。あ、来た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 、よし、それじゃあね、やっていきましょう。みんな可愛いな、なんか。え、できるだけマーツ割って、あの S プラスめっちゃ強いんだけど。さっきもいたよね、あの赤い文字の S プラスの人。最高何まであるんだ。なんだこの中間ポイントの意味は。この意味俺全然わかんねえんだけど。よし、でジャンプ、あ、俺一番じゃねこれ。よっしゃ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 、よし、いいねいいね、 S プラスの6000台に勝てるかもしれん。やったね。ゆっくり行こう、ゆっくり、よし OK。 でジャンプジャンプ、来るんじゃないぞ、誰も来るんじゃないぞ。いや来れないでしょきっと、リフトがないからな。俺が全部落としてやってってるからリフトがないもんな。これ逃したらもったいないぞこれ。よし、よし、しっかり行こう、しっかり行きましょう。やった私 S プラスに勝ちました。6000台に勝ちました。やった、え、めっちゃ嬉しいんだけど。ちょっと運感あったけど、運も実力のなんとかって言うじゃん。見て、あの S プラスが落ち込んで、このピオキング一番レート下のやつが喜んでる。最高。これでね、あのルイージも思っただろう、ピオキングはやばいってな。そしてあのね、 S プラスのマッチョスーツ俺結構欲しいんだけど。お城3、クリボーを10体以上倒してからゴールね。俺いつもゴール条件見るのを忘れっから、ちょっと気をつけよう、しっかり見なきゃいけないね。そしてクリボーを倒してからだから、これね最初の、うわ、めっちゃおる、めっちゃおる、めっちゃ振ればいいんだけど。よし、オッケー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 。でこのまんま、あー、なるほど、クリボーを倒す。よし、ピオキング、え、あはは、奪われた。え、めっちゃあいつラッキーじゃん。ずる、俺今勝ったと思ったんだけどな。最悪な負け方だったね今。見た今の踏まれ方、ゴール条件達成した瞬間に踏まれたもん。まあゴールできたからいいけどね。よし、それじゃあ次でラストバトルにしたいと思います。ラストバトルはなんか派手だな、みんな。俺だけ地味だな。やっぱ星がくるくる回ってたら派手に見えるよね。スーパーマリオ地下の大冒険1。コース名はすっごく楽しそう。大冒険ってついたら楽しそうだよね。お、いいね。なんか本当に大冒険って感じのステージだ。よし、オッケー。あー、ちょっと待って待って。これはクリボーにやられるパターンだ。あー、危ない。こういうね、雑魚いのにやられるんだ俺いつも。アイテムをしっかり取っていこうか。じゃああるかな。オッケー、あった、あったね、あったけどちょっとラグいな。大冒険っていうぐらいだから結構長いと思うんだよねコース自体は。だからこのまんま、え、待って待って、よし下が行ったら何なんだろうあれ。俺下から行けばよかったな。よし、ほら見て、わかる。あ、待って待って、アイテムをバカにしてるからそうやって死ぬんだ皆さん。今度からね、アイテムバカにしたらいけないぞ。あー、ちょっと危ない。よし、でしゃがむ、オッケー。危ない、え、これ大丈夫。でこのハンマーブロス、ハンマーブロスじゃねえや、なんていうのこれ、ハンマーじゃねえ、あのハンマーでいいや、ハンマーを取って進んでいきたいけど、後ろに来てる、やばい、後ろに来てるから待って。よし、で降りよう。え、こっちダメなの、待って待って、これ、あー嘘、よし、これはどっかに鍵があるってことでしょう。
ここでいいのかな。で上行く。そしてあ、鍵あったぞ。これこれ3つ集めなきゃダメってことだな、きっと。わかった。それじゃあ3つ集めて、あの鍵付きのドアに入るのが一番いいってことでしょう。オッケー。これどうやってあれ出すんだったっけ、あの箱の出し方がわかんないんだよね。あ、それどうやって出すの。待って、ルイージ、俺にも教えて。俺にもその箱の出し方教えて。何やってんだ俺たちは。あ、上と A ボタンね。違う、上と X ボタンか。オッケーオッケー。鍵よ。待ってくれ、鍵よ。さっきまで一緒に仲良くしてたじゃんルイージ。そんなことやめようぜ。あ、待って、クソ、ルイージ行きやがったな。これだからルイージは嫌いなんだ俺、いつも。よし、ここで抜いてやるぜ。待てルイージ、待て。くっそー。工事現場のおっさん。それじゃあね、第五人格以外にも新しいゲームもね、どんどんやっていきたいと思うんで、これからもぜひよろしくお願いします。それじゃあまたね。